にちは。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、ソナチネアルバム1より、クレメンティ作曲の、作品36のナンバー2、ね、ナンバー2をね、取り組んでみたいと思います。ですね、第1楽章を今日はね、行ってみたいと思います。これもね、ピアノをね、学習している方、必ずね、ソナチネアルバムで勉強する曲だと思いますので、大事な要素がね、たくさん詰まっていますのでね、楽譜をね、見ながらね、ゆっくりやっていきたいと思います。それで、とてもね、短いんですけれども、可愛らしいね、すごい美しい曲だと思いますので、アレグレッド、あんまりね、早く弾かなくていいと思います。早く弾きすぎない。ただ、4分の2拍子なので、もたもたするとね、いけないかもしれませんけれども、ちょっとこう少し軽快な感じで、横に美しく流れるようなね、イメージでいいかなと思います。それで、メロディックにね、こう、綺麗に流れるところと、パン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 、こう、軽快なところとね、両方出てきますので、そのね、メリハリをね、ちょっとね、つけると、とても曲がね、楽しくなるかなと思います。じゃあ、最初から見ていきますね。右手、パッパランパランタン。このレの音、アフタクトになってますね。1と2、パッパランパランタですね。で、この曲は至るところにね、アフタクトが出てきますので、それをね、ちょっとね、チェックしておくと、なんかすごい生き生きとね、曲がね、なってくると思いますね。で、見てみると、アフタクトで、ターラン、ターラン、さあ、ここにスモールサウンドがついていますね。それが、たーらん、一旦下がるんだけれども、これが、たーらんって、まず伸びやかになって、いやーん。この音に到達するわけですね。それをね、右手で表してほしいね。パッパーらん、パーらん、たーですね。パッパーらん、パーらん、たーって伸びたら、いやらら、ピアノに、こう、細かに弾きます。細かに可愛らしく弾きますね。そう。っていうのの繰り返しになっています。ごめんなさいね。で、左手。よびば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 び。ね。ラリ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 っていう伴奏の形がついていますね。これ、都庁長ですね。都庁長の曲ですね。ソシレシ、ソシレシ。ダダリダダダダダじゃなくて、ヤビバビ、ヤビバビ。ね、ちょっとこう滑らかな感じしますよね。ヤビバビ、ヤビダディ、ヤビダディ、ヤビバ。ここまでずーっと一つの線のように弾きますね。流れで弾きます。で、右手はその上に乗っかります。伸びてピアノ。休みになりますね。その間に左手ね、やにだにやにだ休み、タッタンタンタン、ハリララ、このタン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 、これはタッタンタンタン、縦の線ね、今までやりらりら横に伸びてた、それが休み、タッタン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 、また横、リラリで、このね、歯切れの良さ。をね、ちょっと意識してみましょうね。チャタタンタンタラララ。あら、ごめん。パパタンタンタリラレリー。ね。パパタンタンタリラレリー。約束と。いられて。声出てきたね。こう、やりだだ。左手のこの流れが始まった。これに。が出てきます。やだ、うん。この。こうね、このこういう16分音符だけちょっとね、抜き出して練習するといいかもしれませんね。この、やだ、っていう右手の16分音符を受けて、よだ、ってこうなるわけね。
ここはね少しクレッシェンドが入ってますね。2回目のところね。やだな。ね、この左手を受けて右手がやらりだやらりって答えたら、ポン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 、これまた縦ね、ポン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 、ここから横ね、ここの違い大事になります。右手ポン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 、やらやら、ポン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 、やら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 、タン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 、パーラパーラ、これはねしっかり表現しましょうね。ベーパモニアンタンタンタン、パー、このさっきはだったけれども、ロロリロロンまで今度はくっついてるね。なのでそこまで滑らかに、さっきはだっただけどよ、伸びてまで一緒にいきますね。いいよ。で、いや、伸びてここね、ここね、ここの一小節すごい大事になっていて、これでねカデンツァになってるわけね。つまり、っていうねハーモニーがここに隠れてますね。なのでそれをね少しね意識してほしいなと思います。ちょっと難しいんだけれども、左手をね歌ってもらうといいかね。ただ普通に弾かないで、やりやりここね、このダイヤ、ここはねこう軽快にね縦の線に入れていきます。そしてが続くんだけれども、一つ一つね表情が違うよね。可愛くできるといいかなと思います。これ2回やったら次、これね、次はで収めて、チャリラチアリーダーで伸びたら、一旦収めて一旦小さくして、ラリーラリーラリー、一拍ずつクレッシェンドします。ラリーラリーラリー、もうここはねリゾルートね、こう
をなんていうかなこう力強く言いますね。じゃあ踊るっていうところね、このお休みがここ2つあるね、そこも表情をつけてください。休みだからといって結構休まないね、いやだだだだだだ、鍵盤とね、自分の指を見つめて研究してみてくださいね。こっちもね。カートしてるような感じね、ラララララ。あ、短く弾かなくて、短く弾こうと思わなくていい。ヤンパン、パ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 ンパン、ね。で、ね、こんな感じになります。ちょっとね、今、さーっとね、ざーっと言う前に言っちゃったんだけれども、気持ちは伝わったかしらそうね、レガートで伸びやかにね、右と左行くところと、パン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 、ね、こうブレイク的に縦の軽快さを出すところね、そのコントラストを出すことと、このまとまり、ここまでがひとまとまりだよね。このひとまとまりの4小節の中にもちゃんと表現とかね、ドラマがありますので、それを読み取っていくっていうことになりますね。はい、ちょっとねさらっと言っちゃったので、何かご質問あればコメントとかでね、ぜひお寄せください。お答えいたします。はい、でね、これはね2楽章3楽章までね進んでいってみたいと思いますので、また次回のね動画楽しみになさってください。はい、それでは今日はここで終わります。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。